ベスター・カッペルーンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す、町村である。州北部のテックレンブルガーラントに属す。オスナブルックの西約 8km に位置している。ベスター・カッペルーンは、テックレンブルガーラントの北の辺縁部に位置している。北は、北ドイツ定地、南は、トイトブルクの森との境界にまで広がっている。 この町は全部で6市町村と境を接している。接しているのは主にテックレンブルガーラントの市町村で、ロッテ、テックレンブルク、イベンビューレン、メッティンゲンがこれにあたる。北は、ニーダーザクセン州オスナブルカーラントと境を接している。ノイエンキルヒエンとブラームシェがこれにあたる。ベスターカッペルンの町域は、本来の集落の範囲を越えて、ゼーステ、オスターベック、 ベスターベック、メッテン、デューテ、ゼンリヒ、ハントアルペ、ハムビューレン、ラダ,ダの9つの集落を包含する広い範囲を含む。最後に挙げた3つの集落は、オルトフェルト住宅地を含めて、フェルペ地区を形成し、町域南部に位置している。ベスターカッペルンという名称は、オスナブリュック市教区西部の礼拝堂または、教会の成立に由来しており、 東部の別の礼拝堂と区別するためにこの名称が付けられた。この教会は800年以後にカール大帝が創設したものである。おそらく816年からベーザー川沿いのコルバイ修道院がベスターカッペルンの土地の権利を有していたベスターカッペルンはこの修道院の11世紀の収益記録簿に初めて記録されている。 1939年までは、ウェスター・キャペルンという表記が正式であった。1939年10月1日に、当時のベスタイ・コール・シュタットとベスタラントとが合併して、新たな自治体ベスター・カペルンが成立した。ベスター・カペルンの文章には、聖、ラインヒルト・ホン・ベスター・カペルンが描かれている。ベスター・カペルンの長議会は26議席からなる。 2014年6月の選挙で、アネッテ・グローセイコール・ハイト・マイヤーは 63.、63.0%の票を獲得して町長々に選出された。ベスター・カッペルンは、1984年5月19日に、デーフェンテルの隣町バトメンと、姉妹都市協定を結んだ。バトメンは、オーファー・アイセル州のデーフェンテルから約 10km の場所に位置している。 広さは28平方キロメートル、人口は約5150人である。2005年にバトメント、ハンザ都市デーフェンテルが合併し、姉妹自治体関係はデーフェンテルが引き継いだ。この自治体再編後、姉妹関係は濃密になった。福音主義士協会福音主義士協会は1500年頃に完成した。この際、生、 ステファヌスに捧げられていた先代の教会の一部が転用された。12世紀末の塔や13世紀の南の浴郎の遺構がそれにあたる。ウサギと花のある泉2002年にある調査委員会が町の中心にふさわしい泉の施設を選ぶという作業に取り組んだ。ベスターカッペルンの住民は無視された。委員会はベスターカッペルンで暮らし、 創作を行ったハインリヒブルマックの芸術作品であるウサギと花のある泉を選択し鍋とフクロウのある泉の提案を退けた。この作品は直径2.40メートルの中鉄製の水盤とその中央に回転板を乗せた天然石の台座が設けられている。回転板の上には制銅製で金メッキを施されたウサギとアルミニウム製の花が 設置されている。水圧式の回転板は、その上に設置されたウサギがランダムに向きを変えられるようになっている。泉が稼働しない器には、ウサギはどこかへ行ってしまわないように、青い檻に閉じ込められる。この泉には、賛否両論ある。反対派の立場からすれば、このプロジェクトは、俗悪なガラクタで、金を捨てるようなものだという。 実際この泉には5桁の費用がかかった。泉に潜在を注ぐことで抵抗を示した者も,もいた。ベスターカッペルンには2つの大きな産業地区がある。ベスターカッペルンの東側近郊にあるガルテンカンプ産業地区には中小企業があり、その一部は全国的に活動している。例えば、ドイツ最大の自動販売機メーカーであるガイラがここにある。 ベスターカッペルーンの産業地区。右下の道路がアウトバーン A30 号線、フェルペ地区にはもう一つの大きな産業地区がある。この産業地区はアウトバーン A30 号線のロッテインターチェンジのすぐ近くに位置している。この地区の大きな企業としてはリトルの流通センター及び地域拠点、建築業者、エキターホフ、 ハーゲバウ中央倉庫サービス HZL、ハーゲバウ中央倉庫ベーザーエムス、ポッペンジーカーデリックス、ABC セラミック工場がある。フェルペ工房地域で特筆すべきは、トイトブルクの森のふもとに連なる場所にある、ゴルフ場である。2014、2015年の学年から、5クラスのロッテベスターカペルーン総合学校が開設された。この学校は、ベスターカペルーンと、 ベルゼンに立地している。2017、2018年の学年に5年生と6年生はベルゼン校、7年生と8年生はベスターカッペルン校に配置された。この総合学校は拡張中である。ベスターカッペルンの町域は連邦アウトバーン A1 号線及び A30 号線に接しており、日本のローカル鉄道がこれを横切っている。域の北部には ミッテルランと運河がある。A1 号線経由でミュンスターオスナブリュック空港へ速やかにアクセスできる。テックレンブルガー北鉄道はベスターカッペルンの中心部を通っている。オスナブリュックから来年に至る。この路線は貨物交通と保存鉄道が利用している。近代的なレギオナルバンの運用見通しについて議論が行われている。近郊交通計画。 SPNV ベストファーレンリッペは良好な経済状況を考慮し、オスナブルックからレッケまで30分間隔のレギオナルバーンとして運行再開を目指している。この計画では以前から設けられているベスターカペルン駅が停車駅となる予定である。数年前まではフェルペチ区クにレーネライネセンのレギオナルバーンの停車駅があった。ミュンスターラント地方交通は ベスターカペルンを通る2本のバス路線を運行している。高速バス路線 S10 はメッティンゲン、レッケ方面を及びオスナブリュックへ行く。地方路線の R11 もロッテのベルゼン地区及びビューレン地区を経由してオスナブリュックに至る。数年前から住民が運営するビュルガーバス B1 がベスターカペルン町内を運行している。町の南部では オスナブリュックからロッテを経由してイベンビューレニエイクバスが定期的に運行している。ベスターカッペルンは例えばザーゲンルートなどいくつかのサイクリングルートで結ばれている。通勤者ベスターカッペルンは典型的な通勤者の街でこの街から通勤する人数はこの街へ通勤する人よりもかなり多い。特にオスナブリュック周辺ではこれが顕著であり。 一日あたり延べ約2万キロメートルの通勤者がある。2017年のこの町からの通勤者は4609人、この町へ通勤者は3344人で、その収支はマイナス1265人と大きくマイナスを示している。町外への通勤者、比率85%はミュンスター行政管区内で最も高い比率である。これらの文献は、 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。